はい、こんにちは。ただの方程式です。で、これ何次方程式かって言ったら、これまあ、分数式なんで、たすきにかけて分母払っちゃえば、4次方程式ですよね。これ、x の4乗になるんで。で、分母はこれ、x の3次式ですよね。で、4次方程式がまあ、解けると。で、4次方程式にはまあ、解の公式ありますけども、4次方程式の解の公式を覚えて使ってる人は多分世の中に数人しかいないと思うんで、ちなみに5次方程式には解の公式がないことが、証明されているらしいですと。で、まあ、なんで現実的に4次方程式でも解の公式を使うことは、まあ、まずあり得なくて、じゃあ解けるようにできてる。じゃあ4次方程式が解けるっていうのは、まあ、どういう場合かっていうと、まあ、因数定理で解が2つパッと見えるんだったら、そしたらもう残りは2次方程式になるから、解の公式で絶対解けるんですけども、まあ、これそんなパッと分かるような整数解なり、まあ、無理数解でも別にパッと思いつけばそれはそれでいいんですけど、それを言ったものはなんかなさそうと。で、じゃあこれをまあ普通にたすきにかけて整理したらどうなるかっていうと、上はこれ4次2次定数ですよね。展開すれば4次2次定数の係数が2ですよね。で、下はこれここに x があるんで3次2次1次ですよね。3時、2時、1時の係数が9と。ってことは、これ、4時と定数の係数が同じ。で、これ3時と1時の係数が同じってことは、これ、真ん中の2乗の項を中心とした左右対称な、まあ、いわゆる相反方程式になりそうだということが、まあ、見えると。じゃあ、相反方程式だったら、まあ、解けるんじゃないのということで、ごく普通にたすきにかけて整理しちゃいますと。ということで、2、括弧、これ展開すると、x4 乗プラス 2x2 乗プラス1。で、こうかけたものがイコールなんで、移行しちゃうと、マイナス9、括弧、x3 乗プラス 2x2 乗プラス x ですね。が0と。じゃあ、これごく普通に、2x4 乗。で、3次がマイナス 9x3 乗。で、2次は4とマイナス18だからマイナス 14x の2乗でマイナス 9x プラス2っていうふうに2次の項を中心に係数が左右対称になっていると。じゃあまあこういう時は x はまあ0じゃないんで x の2乗で両辺割るとで2でくくって x の2乗これがプラス x の2乗分の1。で、マイナス9、これが x で、これが x 分の1と。で、マイナス14が0と。で、まあ、x 足す x 分の1を t とすると、まあ、x プラス x 分の1の2乗が、x 2乗プラス2足す x 2乗分の1なんで、これは 2t の2乗をすると、真ん中の2人が4が余計なんで、まあ、取ってあげればいいと。なんで、このマイナス14と合わせてマイナス18と。で、ここはそのままマイナス 9t という、まあ、二次方程式が出来上がりということになります。で、まあ、これはまあ、因数分解、たすきがけで2、1で、18の書き方、まあ、別に18ぐらい、たかが知れてるんで、まあ、2区18かな、サブ618かな、1かけ18かなっていうのはもう考えるまでもなく、これは3の倍数、3の倍数。これを9にとか 18×1 みたく分けちゃうと、どうやっても3の倍数と3の倍数出ない数。3の倍数と3の倍数出ない数なんで、真ん中が3の倍数になることはありえないんで、これはもうサブ6しかないと。で、まあ6、3にとか。6に12と3なんで、マイナスで、これで OK ですか。マイナス9と。いうことなんで、2t プラス3括弧。t-6 が0と。ということで、x 足す x 分の1が、マイナス2分の3。まあ別に特に、虚数解ダメとは言ってないんで、まあ、x 2乗プラス2分の 3x プラス1が0。これはまあ、虚数解ですけど、まあ、x プラス4分の3の2乗。引く16分の9足す1なんで、が0なんで、x は
マイナス4分の3で、これが16分の7マイナスイコールで移行するとマイナス16分の7だから虚数がですねプラスマイナス4分のルート7i と。でこっちはx プラス x 分の1が6なんで x2 乗マイナス 6x プラス1が0と。これは x は3プラスマイナス9引く1だから8なんで2ルート2と。いえばこの4つが答えになりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。おかげさまで本第1弾、第2弾、第3弾、すべて10版出題ありがとうございます。で、この第2弾のブルーバックスの大学入試数学100選の、構成を手伝ってくださったのが、私の動画のコメント欄に、回答を寄せてくださっていた、PC サンタロさんという方が、動画の回答、解説を丁寧に PDF にまとめてくださったものをノートで、第1弾200選を発売したところ、好評につき、第2弾の50選も発売しております。そちらはノートなんで、電子の特徴として、ワンクリックで解説、動画にも飛べて、非常に使いやすくなっているんで、ぜひそちらも概要欄から購入よろしくお願いします。